今回ご紹介いたしますのは2007年モデル M6 クーペの後期モデルとなります。で色に関してはですね、インディアナポリスレッドといいまして非常に上品なワインレッドとなっております。で後期モデルからこちらですね、LED のヘッドライト、ウィンカーになってます。で外装に関しては、とても綺麗ですね。まあ、中古車なので若干の飛び火とはあるんですけども、例えばアルミのバリなんかもないですし、非常に上品な、ボディとなっております。はい、こちらの、M6 クーペ、特筆すべきはですね、上のカーボンルーフです。車両の、上の部分がですね、軽いことによって非常にコーナリングですとかそういったものは低重心になってコントロール性能とか安定性が非常に上がります。はい、じゃまず中見てみましょう。インテリアはブラックのレザーで統一されていまして、非常にシックな佇まいとなっております。でパネルあたりもカーボンを多用していまして、そのスポーティーさ、こういったものも見受けられます。はい、次トランク見ていきます。トランクは非常に広いですね。ご覧の通りゴルフバッグは2つは確実に入る広さを持っています。でオートクローズではないんですけど、すごく軽いですね。軽いので女性でも簡単に閉めることができます。はい、次エンジンかけていきます。エンジン、このキーをですねハンドルのところに挿していただいてブレーキを踏んで、重低音が効いたエンジンサウンドとなっております。インテリアですね、黒のレーザーで統一されていまして、こういったパネル部分にカーボンが非常に多様に、使用されています。なので、エレガントさとスポーティーさ、まあ、こういったのを兼ね備えているのかなと思います。であとこのやはり、M6 のまあ、パワーボタンですね、通常400馬力で設定されているんですけど、このパワーボタンを押すことによって507馬力まで、エンジンが、出力向上します。すごくレスポンスも速くなってですね、ものすごい加速感を味わえます。またこのダイヤルですね、こちらを押していただくと、まあ、メーター上にも表示されるんですけど、この SMG のシフトの代わりですね、シフトの変速の時間が非常に上にすれば速くなります。本当にもう思い通りの、なんでしょう、シフトのチェンジができるんで車を十分に楽しめます。はい、ナビゲーションシステムに関しても非常に使いやすい設定となっております。このメニューボタンを押してメニュー画面になって、でナビですね、右にシフトダイヤルしていただくとナビ画面になります。で目的設定ですとか、まあ、そういったのもこの左側に出てくるんで、それもダイヤルで、施設ですとか、簡単に設定できます。その他、オプションでバックカメラがついてます。まあ、通常あのパークセンサーだけなんですけど、まあ、このようにバックカメラがついていることによってかなり、駐車なんかもやりやすいですね。次、後部座席の説明に行きますね。で中、一見狭いんですけど実際結構乗り降りはしやすいです。後ろの座席は結構深く、沈み込むような形になるんで、天井は低いんですが、頭、僕身長175ぐらいですけど、あんま当たんないです。意外に足にもスペースあるんで苦じゃないですね。これは全然大人4人座れます。はい、次エンジンルームご説明いたします。まあ、見た目は普通の6シリーズとあんま変わらないんですけど、これ脱いだらすごいんです。VT エンジンの、ユニットを積んでいまして、もともと BMW が参戦するときに開発したエンジンです。でレギュレーションで、
で不安が V8 になってしまったので、まあ、そのエンジンを M6、M5 に積んだ、まあ、そういうエンジニアの思いが詰まった時代ですね。はい、いろいろ説明しましたが、特にですね、このお車のおすすめの点として弊社のお客様からの下取りでいただいた車になります。で整備も受けたばっかりで、車検も30年の7月まで残っています。で非常にもう室内外装そして整備関係ですね、かなりコンディションがいい1台なのでぜひおすすめいたします。本当に NA の V10 ということでかなりもう高速時の走行なんかも面白いですし、こちらは自信を持って進める1台となっております。ぜひよろしくお願いいたします。